안녕하세요, 신약가입니다. 오늘은 제가 도쿄에 왔습니다. 코리아타운 시노쿠보에 왔는데 사람들이 정말 많습니다. 오늘 제가 여기서 이 거리를 지나다니시는 도쿄 시민분들과 인터뷰를 나눠볼까 합니다. 오늘의 인터뷰 주제는 굉장히 재미있는 주제를 준비했습니다. 어떠한 이야기인지 가보시죠. 진짜 재밌어요, 정말. 안녕하세요. 안녕하세요. 한국에 가본 적 있어요? 아니요. 없어요? 아, 있어요. 한국에 있다 것도 아닙니까? 한국에 있다 것도 아닙니까? No, no. No. 한국에 언제, 언제? 7살 거로. 아, 어렸을 때. 고래까라 콩키아크 테키니 기츠무시마스. 니혼진와 15쿠진이치 때 도유 이미지요 모테룬데스카? 하다가 길에. 하다가 싫어해. 싫어해. 키가 쯔요해. 키가 쯔요해. 아, 오이시. 중국 요리 오이시. 아, 중국 요리. 다따라 니혼진와 한국인이 도유 이미지요 모테룬데스카? 가꾸이. 가꾸이. 美容に気を使ってる人が多い。男性でもメイクしたりとか。男性もメイクするんですか。そう。レディーファースト。男性。あと連絡がマメ。日本のレディーファーストが何だろう。韓国よりはレディーファーストじゃないかもしれない。韓国人、中国人。日本人見たら見分けられるんですか？え、見分けられない。見分けられない。あ、同じように見える。はい。あ、そうですか。だったら質問終わりですね。見分けられない。だったら。でも韓国の男性の方は身長が高いなって思います。ああ、背が高い。はい、日本人より。確かに。すごいかっこいい。あの韓国人の男性と。付き合いたい気持ちありますか？ねえ。ない。もしかして今韓国人の男性が付き合いてくださいって言ったら付き合いますか？ Yes。とりあえず今日インタビューありがとうございました。感謝합니다。感謝。안녕하세요。안녕하세요。韓国に行ったことありますか？あります。あ、何回ありますか？あ、でも結構あります。5回ぐらい。5回ぐらい。はい。いや、ゼロ。ゼロ。ゼロです。ゼロ。日本人は中国についてどんなイメージを持ってるんですか？めっちゃ買う。爆買いするイメージ。あー、いっぱい買い物するイメージ。そして？なんか声が大きいイメージ。なるほど。それでなんかありますか？綺麗。綺麗な人が多い。女性。あー、女性。例えば韓国人はどんなイメージを持ってるんですか？なんか愛情深くて、綺麗な。肌が綺麗なイメージあります。美意識が高い。美意識が高い。なんか美容が好きな人が多い。整形とかメイクとかヘアスタイルを気にする人が多いみたいな。韓国人と日本人はどう違うと思いますか？違う部分あると思います。男性が優しい。確かに。男性が優しい。ジェントルマン。レディファースト。レディファースト。っていうことは、日本の男性はレディファーストじゃないっていうこと。そうですね。韓国人、中国人、日本人見たら見分けられるんですか？見分けられます。8割ぐらい見分けられると思います。何が違うんですか？雰囲気。雰囲気。とりあえず見たら分かる。なんとなく。なんとなく違う。ということですね。韓国人はどう違うと思いますか？そうなの。なんか肌の白さと高身長なイメージ。あとファッションとか。あ、背が高い。背が高い。肌が白い。白い。なんかファッションが。ファッションがいい。あ、なんかおしゃれ。おしゃれ。あ、오늘감사합니다。감사합니다。감사합니다。韓国語できますか？できます。お姉さん？お母さん。娘。안녕하세요。안녕하세요。日本人は中国に対してどういうイメージを持ってるんですか？積極的。積極的。あ、お金持ち。お金持ち。お金持ち。お金持ちたちが海外旅行によく行くからですね。だったら日本人は韓国にはどんなイメージを持ってるんですか？綺麗な人が多いとか。美容がすごい。美容。だったら韓国人、中国人、日本人見たら見分けられるんですか？
見分けられない見分けられないと思います。안녕하세요안녕하세요なんで笑ってるんですか韓国に行ったことありますか韓国ないですないです韓国語できますかできないですできないです日本人は中国人に対してどんなイメージを持ってるんですか特にないです考えてないだったら韓国人はどんなイメージですか韓国人はなんか K-POP アイドルとかなんか可愛い子が多いなっていうイメージ私は美意識高いイメージありますね色が白い色って言ったらちょっとおかしいですおかしい韓国人、中国人、日本人見たら見分けられるんですかうまくは言えないんですけどなんか雰囲気的になんかちょっと韓国人みたいな雰囲気というかなんかショートパンツとかちょっとお腹が見えてたりとかショートパンツなんかそんな感じですかねあいやあんまり見分けつかないですあ全然わからないわかんないですあ안녕하세요안녕하세요韓国人はどんなイメージですか韓国人も一回韓国行った時に、はいなんか大きな荷物を持ってあのエレベーター乗ったんですけど結構満員だったんですよねでもその一緒に乗ってた韓国人の方がなんか出てくれていいよいいよみたいな感じで結構こう譲ってくれたりとかするのでそういうところはすごくあの優しい人多いなって感じますあでも僕もあの親切な人多いなと思いますねあの道迷った時に、はい、あの案内してもらったりとかしました韓国人と日本人は何が違うと思いますかでも韓国人の人はあの日本人よりもこうなんだろうフレンドリーというかなんか今日買い物とかしてて思いましたけど、はい、結構向こうの人から話しかけてくれるんで日本人ってそういうのあんまり、まあ、人によるかもしれないですけど、うん、あんまりないかなと思うから、うん、その辺は日本人と違うなっていうのは思いましたそうですね食べてるものかもしれないですけれども、うん、なんか、まあ、住んでるその気候とかもあるかもしれないんですけどあの結構肌が白い方が多くて、うん、日本人はどちらかというと黄色人あのちょっと黄色っぽいような肌感を持ってる人がだったら韓国人中国人日本人見たらすぐ見分けられるんですかでもなんとなく分かりますねなんとなくですけど何が違うんですか、なんか日本人は丸目かなって丸目韓国人は韓国人は釣り目かな釣り目中国人は中国人はなんか日本人と韓国人の真ん中みたいななんかこう横になってるかなって、うん、なんでしょうなんか着てる服装とかのなんか着こなし方とかもそうですし例えば女性とかだったらなんかちょっとこうあの、まあ、短めのスカートに長めのブーツとか履いてる方とか多かったり日本人がちょっと可愛らしいような格好をする子たちが多くて韓国人はどちらかというとちょっとこう高級なんか気品のあるなんか綺麗さがあって今日インタビューありがとうございます ありがとうございました감사합니다